では第2問括弧2の後半の2問ですが、ちょうどのタイミングでうちの塾生が別会でさらっと解いちゃったので、まあ、本人の許可をも得てそれを紹介しておきます。まずこちらさん、 FX の事情引く GX の事情がいくつになるか、これは任意の X で X が X でも一定の数字になるってことですね。だからもう X、イコール0の時調べたのでそれ入れてみればすぐ分かりますよね。そうすると F0 の事情引く G0 の事情で F01 の事情だね。で G は0だから0ってことで1って分かりましたね。で2番も、まず G2X を考えると、この X2X を入れればいいので2分の2の 2X 乗引く2の2のマイナス X 乗で、もう一つこっちが FX×GX 考えるとこれかけるこれで4だね。4分の、でこれ足す引くが違うだけなので事乗引く乗になって2の 2X 乗、マイナス2のマイナス 2X 乗になるので、これがイコールになるためこっちに2をかければちょうど同じになりますね。なのでここに入るケースは2です。で次の問題で花子さんがこう当てはめていろいろ考えてみるといいんじゃないかって言ってたので、まあ、そちらでこれに気づいてこちら確認とかにするとかでもいいでしょうね。はい、補足でした。